ジュラティランとは、ジュラ紀後期チトニアン前期のイングランドに生息した、ティラノサウルス浄化の恐竜の属、ジェーランガムイの一種の実が含まれる。完全な骨盤と部分的に揃った足、頸椎,椎、脊椎、オシーからなる単一の標本が知られている。1984年に、ドーセット州で発見された、この標本は複数の論文で言及されたが、 正式に記載されたのは2008年だった。種照名は標本を発見した化石商人ピーター・ラング・ハミを称えたもの。標本はジュラ紀後期の最後の時代にあたるチトニアンのキンメリッジ粘土の地層から発見され、1億4930万年前から1億4900万年前を示すペクティナタイツ、ペクティノタスアンモナイト像に属する。発見された V

ストケソサウルスラングハミとして扱われていたが、後の研究で地骨の差異が示され、種レベルの相違とみなすことができず、ストケソサウルスラングハミは独自の属を持つこととなった。ストケソサウルスから分離し、ジュラティランとは4つの固有派生形質及び固有派生形質と推定される2つの特徴で定義づけられることとなった。推定されたタイプと人の比較。 ジュラティラントは2008年に、ロガーベンソンによりもともとストケソサウルス・ラングハミとして、ストケソサウルス族に分類されたが、同族の模式種ストケソサウルス・クレベランディと必ずしも、禁煙ではないことが、後の研究で示された。ストケソサウルス・ラングハミは2013年に、ロガーベンソンとスティーブン・ブルサッテにより独自の族である、ジュラティラント族に正式に再分類され、 ディロングよりも進化したティラノサウルス上下の中の分類群で、ストケソサウルスクレベランディとの姉妹群として位置づけられた。この分類群にはエオティラヌスも含まれる。しかし、2013年に、ローウェンらは、シノティラヌスと共有する全肝骨薄の狭いくぼみに、基づき、プロケラトサウルス下の中で、ストケソサウルスと姉妹群をなす位置に、ジュラティラントを配置するクラドグラムを発表した。 数多くのティラノサウルス上下の恐竜の腸骨が不完全あるいは未知であり現在知られているよりもこの特徴は広く共通している可能性がある以下にそのクラドグラムを示すところが2016年の災害節約法とベーズ推定を用いたブルサッテとカールの研究ではストケソサウルスとジュラティランとはプロケラトサウルスカトディロングよりも わずかに進化したティラノサウルス上下として、系統学的に位置づけられた。すなわち、プロケラトサウルス下から除外されたということである。さらに、この系統解析においては、エオティラヌスはこれらの族の姉妹群として、分類されている。ありがとうございます。